桂川駅は、かつて、北海道かやべ森町わの木町にあった、北海道旅客鉄道函館本線の駅。駅番号は、H61 であった。1976年の桂ラ川信号場と、周囲約500メートル範囲、右が、函館方面。中央の錆色屋根の海側に向かって、細長い建屋が今はなき2階建ての信号場本屋で、建屋と、 線路地区定の間の渡りに、函館方面横側が、開放型の待合室が軒を接して設けられていた。ホームの位置は影になっていて状況が不鮮明だが、現在見られるようなコンクリート製の簡易ホームらしき、姿は認められない。おしゃまんべ方は伏線だが、函館片右下の踏切あたりから単線となっている。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成付近の河川名より、かつてカツラの大木が密生していたための名称とも言われている。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅。当駅の設備は築堤の上にあるため、道とは階段で連絡していた。二つのホームはずれていて、構内踏切で結ばれていた。ホームから階段への入り口の脇に小さな、 待合所が置かれていた。森駅管理の無人駅だった。カツラ川かり上校場に関するカテゴリー。カツラ川信号場に関するカテゴリー。ありがとうございます。